シドニー・フォスターはアメリカのピアノ奏者、サウスカロライナ州フローレンス出身。8歳の時にマイアミに移住し、当地でアール・チェスター・スミスからピアノのレッスンを受けた。そのピアノをヨゼフ・ホフマンが聴き、ホフマンの推薦で1927年からカーティス音楽院に入学し、イザベラ・ベンゲーロバの訓導を受けた。1929年にはマイアミに戻った後で、 ニューオーリンズに移住し、ワルタ・ー・ゴールドスタインの指導を受けたが、1934年にカーティス音楽院に戻り、デビッド・サパートンに指示した。1938年には、マクダウェル・ピアノ・コンクールで優勝。1940年には、レーベントリット賞を受賞している。1941年に、ジョン・バルビローリの指揮する、ニューヨーク・フィルハーモニック交響楽団の カーネギー・ホールでの演奏会でデビューを果たした。1949年からフロリダ州立大学で教鞭を取り、1952年からインディアナ大学に転任した。ボストンにて死去。ホール、チャールズ・ジェイ、エイト・エンティース、センチュリー・ムシカル・クロニクル、イベント。 1900から1988グリーンウッドパブグループ P52 億力6億3737 37万4886ホール 1989P237 シドニーホスターディスコグスハットシドニーホスターリディスカバリングアン、アメリカンマスターマルステンピアニッシモ14から16億力10億8133万3785 ありがとうございます。